暴力で解決しようとする先は、同じ暴力と対峙することになるだけだ、とは、理想、それは言うが。今まで、結構必要とされた。原始的な独裁制ではある。それを、雅市場はもちろんか、お金に換えない。パックマンの2面をクリアできず、その、直後にそのゲーム機を蹴り倒しても、警察に傷害で呼ばれてその先を失うだけだ、が。そこに至るそれは、社会システムの責任ではない、とは言えるのか、あるいは。個人的な、ストレス、その原理は、必要とするものが供給されてない、ことにあるわけだが。その時、責任、それはどっちへ向かうか、雅市場か、既存か。京アニの悲劇は一体、なぜ起こった？それは雅市場、そこでは起きないのか。カウンタ数値をいじっても、実際のそれは想像以上に変わらない。どっち？の先？